NHK 甲府放送局は山梨県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。テレビとラジオで県域放送を行っている。テレビ放送は1958年に開始されたが、山梨県の地理的条件で契約数が少なく、1959年に東八代郡境川村坊が峰に中継送信書を設置し、 契約数を増やした。富士吉田に報道室、大月と美信に通信部がある。かつて局舎は、甲府駅から西に 1km ほど離れた飯田地区に所在していたが、建物や、施設の老朽化及び、地上デジタルテレビ放送に絡んだ多様化に、既存局舎では対応できないことから2004年に、甲府駅の北口への新局舎移転、建設が、甲府市と基本合意され、 2007年12月に甲府駅北口の北西側甲府総合事務所が存在した場所に建設することが発表された。2010年に着工され、2012年5月21日に新局舎での業務が開始、5月24日にグランドオープンした。新局舎の鉄塔は84メートルと県内の建築構造物では2番目に高い建物となっており、300段。 ある階段の最上段にはお天気カメラが設置されている。マスコットキャラクターとして、信玄くん、武道優、桃姫を採用。さらに2007年度、NHK 大河ドラマ、風林火山の放送に伴うイメージキャラクターとして、かんすくんが設定されている。飯田地区にあった NHK 甲府放送局究局者。2010年6月撮影。鉄道部含む。 2013年1月撮影。藤吉田茂吉田4丁尾目7番53号、ゲボイテビル2階ありがとうございます。